よし、じゃあまずは肉を炒めます。そしたら俺ちなみに作り方全く知らんけどね。俺に任せて今回。油引いていいよ。あ、そうだね。ごめんな、面白いよ。はい、ということで今日は、はい、あの僕たち不思議系 TikToker や。それやった。みんな何も知らんや俺らのこと。あ、そうだ。そう。やけん、昼におはようの真実を見破れ。お。質問あの募集したんで、それに答えていきましょう。めっちゃかっこよく言ったけどタイトル。ただの質問コーナーや。ペッパーランチ作りながらね。ああ、はい。ちょっと質問に答えていきましょう。まあ、何聞かれるん？これ NG なしって言ったよね。NG なしやから。ええー。いやでもお前が答えにくいことはちょっと俺伏せるわ。もう。え？そもそも。そこお前が答えやすいように。俺マジで NG ないよ。任せて。俺考えるけどそこは頭使うけ。次郎くんはなんでチンチンは小さいのに顔は長いんですか。NG だ。次郎くんはおもなかおわおもなか。考えろよ。ちょっと終わっていいけど。なになになに、不思議系 TikToker って言うんですよ。分かるやろ、そんな不思議ってもなんでもないよ。不思議や、分かるやろ、なんかのこと。彼女いつまでいましたか。ヒロハ始めて、半年目ぐらいまでいました。それやん、全く同じタイミングってこと。そんなんやったっけ。そうね、そっから伸び始めたもんな。そうそうそう、彼女と別れて伸び始めた。経験人数、経験人数、経験人数は6。え、嘘やろ。マジマジマジ。え、6。お前に対する尊敬を返してほしいっていう気持ちがなくなった。6はもしかして3だったイメージ。いや違う違う、もっと多いと思っとった。は、やりちんやなって思いよったけ。なんで。え、俺、お前いや、じゃあそう、俺は3でいい。年収公開。年収400万。そうです、200万。違う、2人で、ああ、そう。あ、いいやん、お前、2人でって言ったら、お前、200万になるやん。最悪や。NG なしって最悪やで、ね、見え張れんや。でも、去年で言ったら俺、多いよ。普通に働きよったけど。今年は多分、200ぐらい。もっと多いと思う。今年は、今んとこ、このままのペースで言ったら、80。700ぐらいまで上げたい。あと半年で。ネタはどうやって考えてますか。ネタは、まあ、本当に親子でありそうなことをテーマに考えています。本当に親子でありそうなことを、例えば、あ、ただいまって言って、おかえりって言って。え、お前母子家庭やからそれがイメージできるんや。お前どうしてます。お父さんおらんやん、お前だって。どうしてます。だけんできるんや。お母さん泣くぞ。お母さん、いつもありがとう。ありがとう、お母さん。おい、黙れ、お前。そういうことか。黙れ。役中よね、お父さん。好きな女の子のタイプは、あの、めっちゃ綺麗な人が好き。あ、そう、お前はそうだね。ジロー君は？俺は、結構、ギャルとまではいかんけど、ちょっとギャル寄りが好き。女優さんのタイプは好きな？小6ぐらいで。あ、上戸彩とか。ああ。ちょっとギャルっぽい要素もあるやん。確かに、言われてみれば。チンチンの長さは何センチですか？NG です。NG です。でかすぎて NG です。二人がよく聞く音楽って何ですか？えい。いい質問するやん。俺は、椿かな。俺は、誰やろうな。リザ・リル・ビンチか、モニー・ホースかな。うん。フー・28とか、そこら辺。あ、どっちもヒップホップが好きですね。ファンとの恋愛あり。まあでも、ダメじゃないんじゃない？ダメだ。なんか、俺的には、自分で言うの嫌ないけど、自分が有名人って思いたくなくて、一般の人と付き合いたいわけよ、俺も。いや、ファンでもまあ全然あるやけど。でもお前、塩味プリンからフォローされてめっちゃ喜んどったよ。ありがとうございます。ありがとうございます。身長何センチですか。171。72。170ぐらい。こいつ嘘ばっかついてます。さっきジロー君の方がちょっとでかいかな。ちんちんは小さいけど。あが長くて不便なことはありますか。改札とか通れんよ。どつきますよ。別に横に長くねえし、縦だからいけるだろ、改札は。普通に日常生活が困難。え、俺なんか施設入ったがいい。浮気したことありますか。ジロー君はあるよ。あります。うわ、お前
僕はないっすね。マジ決めよ、こいつ。え、嘘しか使う。浮気あるん？お前から浮気教えてもらったんやけど。意味がわからん。心外、それは。うわ、お前マジで。そんな俺、こう、セミナーみたいな。え、お前浮気したことないわ、お前。やばいって。嘘だろ。TikToker なれる、これ。情報系、浮気の。マジか。絶対なれる。人を沼らす方法で。おい、お前、嘘のついたまま終わるなよ、お前。カットしろよ、これ、お前。なんで俺だけ損してんだよ。出荷日いつですか。あ、お前ブロッコリーだと思われてる。あ、またします。彼女と付き合ったの最長どのくらい。1年。僕は3年半ぐらいかな。長いね。ちょうどあのボクシングジムの仕事を始めた時で、うん、やっぱ俺が全然構ってあげれんくて悲しい。あ、明るい話、お二人の夢を教えてください。お、いいっすね。いいじゃないですか、そういう夢。うん、夢は、まあ、海外行きたいかな。一緒。俺アマゾンとか行きたいかも。もういいね。アマゾンとかなんか見たことないものを見たいっていう感じ。アマゾンで釣りしたい。ピラニアとか。そう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 。BL 疑惑は本当ですか。じゃあもう言っちゃいます。面白くないけど言っちゃいます。違います。マジで何もないっす。怪しいって、そんな言ったら逆に。マジで俺は何もないよ。いや、マジで何もない。だから怪しいよ。でもマジでチューとかもしたことない。なんか BL か下ネタしかないかも。マジかよ。好きな鉄棒の技。クソみたいな質問やな。で、逆上がり。俺前回り。コーンなんかお前ケチってね。ちょっと入れろや。いや、コーンあんまり好きじゃない。え、いやでもいいよ、本当嫌いではない。おなきんしたことある。あるある。1年続いた俺。ガチ、うん、すごっ。お前は三日坊主やん。俺おなきんの猿やん。すぐおなる。猿猿。完成。ペッパーランチだろー。いただきます。いただきます。なんか年収いくらですかとかが多いな。めっちゃ気になるみたいな。 TikTok かの年収500万。夢あるぞ。 TikTok だけで500万。みんな TikTok かなったらいいよ。マジで。学校の検診でデブだからめっちゃ悪口言われました。どうしたらいいですか。ごめん、俺それ笑う側やわ。どんな質問してきよ。そうだよね。コンビ名の由来、はい、説明してください。それはもう朝に起きれないからで、ね、進歩改造してください。まあでもそれはしたい、本当に。え、したいん。改造したら何になるの。じゃあ大きくしたい。あ、まあまあ大きいよ。大きいけどね。ビームとか出らん。大きくしすぎ。感想言い忘れとったけどめちゃめちゃうまいわ。うまい。マジで。最近見始めた初心者ですけど、押してもいいですか。まあ嬉しい。ありがとうございます。うん、ぜひ押してください。うん、どっち押し。うまいな。西君とのコラボありますか。できまず。あんだけいじっといてコラボできんわ。どんな顔してやればいい。マジで最初謝って入らない感じ。アキラさんはいつかしたいなと思うよ。なんかマネージャーさんがあのめっちゃ優しい人でさ、いつかなんかお会いできればと思ってますって言ってくれたけど。マジで。でもアキラさんなんかそうね、怒らなそうやね。なんか俺らにネタにされたことを言ってそう。俺ネタに使われてる。コラボ前にそんなこと言うなよ。フォロワーさんのことは好きですか。大好き。好きです。めっちゃ好き。一番大事やん、フォロワーさんが。質が高い。下ネタ多いけど、お前ら下ネタ多いけど嫌いじゃないぜ。なんかね、ノリがいいし、学生高い。最終学歴教えてください。お前中卒やったよ。次俺の親父な。高卒やん。高卒っす。僕は専門っすね。専門まで行って、就職して、1ヶ月で退社。M1 出る予定ありますか。ない。ないっすね。ないっすね。私はあんまり芸人志向ではないけど、うん、正直、相方のことどう思ってますか。一度性的な目で見たことありますか。ないとも言いたくない。もうそもそも考えへんから、そういうの。でも BL 動画出してくださいってめっちゃ来てるよな、コメント。なんで。うん。新しいの。めっちゃ需要あるやん。あんたがしとく。ん？え、これ？あー。おいしい。ねえ、僕にも案して。ん？僕にも案して。欲しいんか？
し、欲しいんだろ、うん、このでっかいの入るかな、欲しい、え、大きい入らないかも、きついんじゃない、え、ちょっと大きい、俺のビッグサイズで、え、ちょっと大きすぎて入らない、お前の口チャックしてあげる、え、もう大きい大きい、ああ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 、誰こいつあ、お、行くやんけ、どうだ、美味しいだろ、てるくんがくれたら美味しい、いいか、俺らコントが上手いから何でもできるんだぜ。ぶっちゃけ嫌いなタイプ、女のタイプ教えてください。清楚ぶってる子、すぐわかる、結構性欲強いのに、そう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 、いいよ、てか性欲に限らず性格悪いのに清楚ぶってる子は話し方でわかる、へー、なんか隠してんな、怖すぎやろ、俺が怖いすぐわかるとか言ったら、お前すぐわかるぞ、人間なんで喋れんや、女の子、お前喋ってくんな、やばい、今のちょっと違うな、今の間違えた、いきり中学生やはい、これで終わりですね、はい、謎が解けたかな、みんな解けたかな、解けたかな、下ネタばっかりやったけど、お下ネタ多いんだよ、お前ら、この動画が面白いと思った方は高評価、チャンネル登録お願いします、お願いします、 TikTok も見てね、見てね、なんかチャレンジ1年生みたいな感じやった低いな精神年齢が下ネタ多いの俺らのせいよ多分